これは撮影で、なんか衣装で買ってもらったんですけど、持って帰っていいよって言ってくれて持って帰ってきました。豆柴さん、ありがとう。大工さん、嬉しい。タメゾウちゃんさん、あ、ローマジューキーさん来れたって、ありがとう、嬉しい。ピルクル、ヤマピー、ロッピーさん、アオちゃんさん、ガックンさん、カズヤさん、モリブーさん、え、清水さん本当、あ、待って、すっかりと忘れておった。3年前の今日、私フルマラソン完走した日だ。今日の3年前の今日。わあ、そっか。待って、3年前ってやばいね。そんな前だっけ。ありがとう。ユキ、あ、待って、ローマ字のユキさん2人いらっしゃるんだった。ローマ字のユッキーさん、かっこひらがなユッキーさんだ。ありがとうございます。毎日ご苦労様です。いえ、ありがとう。おさぴーさん、あ、清水さん、姫マラソンまで3日になったの。そう、もうちょっとだよね。あ、応援してます。ファイト姫マラソン。じいさん、てっちさん、はじめまして、てっちさん。まさくんさん、愛してますって言ってくれてるんだけど。ゾウさん、トゲ、ありがとうございます。ちゃんと寝てる、寝てるよ。寝ました。しげきさん、赤いバラありがとう。底辺生活さん、あ、すみませんね、45分に捨て星してくれてたのね。ちょうど始まったね、45分に。かいくんさん、アンジュビオレさん、スエさん、大文字のテストさん、お、ポトポトポットスさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。嬉しい。豆柴さん、プチありがとう。ありがとうね。今日は終わったらお風呂入って沸かそうかな。今日は沸かして寝ようかな。ユッキーさん、プチありがとう。バンクーバーさん、ファインさん、ありがとうございます。今日の BGM いいですか。ほんといいよね、これ。あ、そっか、ブレブさん、雪積もったら交通機関がかなりあれだよね、止まったりするんだよね。え、いつぐらいが雪やばいんだろう。タタンカトマホークさん、ありがとう。野良犬さん、ナーさん、ありがとう。ヒロくん、プチお疲れ様、三連勤。ヒラさん、似合う、ありがとう。トビアスさん、おかきさん、花田さん、高之助さん、ありがとう。オレンジ似合う、本当ありがとう。まあ、こういう明るいオレンジ本当ね、あんま持ってない、初めてだから、こんなみかんっぽい色。嬉しい。ひろゆきさん、あまとうさん、ありがとうございます。お疲れ様。よいしょ、よいしょ。つばささん、ほんとありがとう。つばささん、さかぴーさんね、らしいね、雪注意だって。あ、りゅうじようさん、なんと TikTok で知りました。嬉しい、ありがとうございます。声めっちゃ好きです、ありがとう。りゅうじようさん、かつやさん、ハートありがとう。ストリートくん、ひでゆきさん、赤いバラありがとう。トレーナー合ってる、ひろくん、ありがとうございます。なおちゃんの前髪が整…おロピーさん、よく気づいてくれました。ちょっとさっき整えましてね、伸びてきたので前髪を整えました。タミオさん、こんばんは。ヨシボーさん、こんばんは、ありがとう。ローマ字のユータさん、ありがとうございます。
いや今日もねカラオケルームかと思いきや、今日はちょっと夜に夜がカラオケできなかったので、そのままお家です。明日はどうだろうな、明日はもしかしたらカラオケルームかもしれない。花からさんありがとう、パラ。若井さん、白熊さん、カタカナのカズさん、てつやんさん、あ、ダイさん、ありがとう、カタカナのダイさん、花からさん、お疲れ様、お疲れ様。そうなんだ、睡眠教さん、日中に雪が降るんだ、え、日中に雪降るんか、そっか、気をつけます。土曜日滑るのかな。ようちゃんお疲れ様、コンドルさんありがとう、ストリートくんありがとう、いちご、ブーちゃんこんばんは。3年前マラソンと麻雀プロテスト両方大変だった頃か。あ、そうですね、そう、勉強もしててね、めちゃくちゃ、そうなのよ、確かにその時めちゃくちゃあれですね、いろいろ運動もしたりしてたな、運動も勉強もしてました。大将さん、セミありがとう、リアタイではないけど録画見せたら泣いて喜んでました。あ、本当ですか、見せてくれたのか、ありがとうございます、おめでとうございます。昨日はそっか、トシさん、ブルームーンさんありがとう、鈴風さん流れ星ありがとう、お、ヤマピー SNS まとめ作っちゃいました。嘘、え、それ見てないかも。ヤマピーありがとう、なんだろう、プチありがとう。アイちゃんさん、はじめまして、ありがとう、アイちゃんさん。アクアさん、お久しぶり、ありがとう。おお、確かにトゲ、ユッキーさんは愛が間に入ってる、ユッキーさんと二人ユッキーさんいらっしゃるね、確かに確かに。野菜炒めさん、お疲れ様。担当からオレンジだけど、意外にオレンジ着たおひなあれや。そうなんだよね、オレンジってでもなかなかないよね、お洋服でもそんなにオレンジって多くないよね。わあ、てちさん嬉しい、最近ツイッターでよく見かけるので気になってました。え、ありがとうございます、ツイッターで見かけてくれてるんだ、あら嬉しい。キラさん、プチありがとう、今日はお供探し in 新潟です。え、また見つけましたよ、なんだ、え、ありがとう、楽しみ、ハマチの釜食べてきました。だってハマチの釜ってどこだ。バスクリンもいるよ、バスクリン懐かしい、その響きバスクリン昔入ってたな、今はね、キキユだ、キキユ、キキユ好き。新一カウントありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとう、かわいい。ひでゆきさん、レインボーした、ありがとう。ひらがな斉藤さん、ありがとうございます。ダイさん大丈夫、お風呂1時間半もおったらやばいよ、ありがとう、遅くに。そうよ、念願の雪見れるかな。でも大体ね、多分明日外にいると思うんですよ、まあ、外にいる時も多いんですよ、明日は見れるといいな。おっきーさんいらっしゃい、明日は東京で雪が舞うのを見て俳句を一句でもいかが見た時に思いついたら、じゃあ読もうかな、俳句。しんじさん、吉村クーガーさん、ありがとう。海道線五郎さん、ありがとう。アクアさん、ほんとありがとう、オレンジ嬉しい。抹茶王国さん、プチありがとう。わあ、添えてくれて嬉しい。ひなむちゃん見つけてから音楽とアニメがすごく好きになった、だってめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、ほんと。え、吉村さんありがとう、ほんと
小玉さん、はじめまして。小玉さん、のぶさん、セミありがとう。のぶさん、おさぴーさん、プチありがとう。トキキさん、こんばんは、ありがとう。コウトクさん、お疲れ様。お、大文字のテストさん、赤いバラ、赤いバラ。サカピーさん、赤いバラ、ありがとう。そのトレーナー、みかん箱をかぶるフラグですか？いや、私がああいうのをかぶるときは何の前触れもなしにいきなりやるタイプだから。ヤマピー、そうだったやろ今まで。あ、24さん、ありがとうございます。今日もポテチさん、よつばさん、ありがとう。ブラッチさん、2シュートカウントありがとうございます。今日のお仕事は楽しかったって。あ、いや今日はね、あのお仕事というか用事があってね。でも一日楽しかったよ、めちゃくちゃ。ペガサスさん、ハートありがとうございます。オレンジ色を服装に取り入れるようになった。え、ほんと？おばば、え、そうなの？嬉しいね。タコズさん、こんばんは、ありがとうございます。大工さん、赤いバラありがとうございます。ナオさん、プチお疲れ様。昨日カラオケは朝までオールだったの。そうそう、朝の5時まで歌って、そこから帰りましたね。うん、でちょっと寝て、お昼前から外出てて、今日はね、だからインターバルみたいな。明日はまた長いこと歌おうと思います。ペガサスさん、バラと小判ありがとうございます。ベイさん、セミありがとう。ベイさん、スエさん、ありがとう。楽しみ。プチと今月19日都合つけて二重受付当たったって。そうなん、楽しみ。今ね、あの景品とか買いに行ってるので楽しみだ。ショートにしてた時代ある？ショートはないけど、かなり短い時はありましたよ。めちゃ前だけど。大工さん、レインボースター。ヤマピー、赤いバラありがとう。アンドワーヌさん、こんばんは、ありがとうございます。虹色さん、ありがとうございます。歌の調子はいかがですか？また告知楽しみにしてます。あー、告知できるかわからないけど、そうだね、告知できるように頑張ります。若井さん、プチありがとうございます。今夜は、あ、なんて読むんだっけそれ、ウイロ、ウイロ、なんだっけそれ、中華だよね、美味しいよねそれ。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。おーおーおー。今日は残業で見れないかもと思ってたら、帰ったタイミングで配信開始。え、そうなんだ。四つ葉さん、お疲れ様。今までお仕事してたの。ドワーフさん、赤いバラありがとう。花からさん、セミとありがとうね。あったかくしよう今日は。もう明日の朝絶対寒いもんね、起きるとき。おやすみ。堀さん、ありがとう。なおさん、赤いバラありがとうございます。パリンチョさん、ありがとうございます。エノさんさん、ありがとう。ひろく、前髪は整えたよ。眉毛はもうずっと眉毛サロン行ってるから、整えてもらってる、ずっと。エノさんさん、ティーカップ
ありがとう。サカピーさん、セミ、ありがとうございます。雪は普通に好きです。交通関係のことを考えなければ。え、でもわかるかも。私も雪のないところで育ったからね、雪見るとテンション上がる、めっちゃ。アメマさん、セミありがとう。アマトウさん、セミありがとうございます。アマトウさん、あ、赤いバラありがとう。あ、頭か、カマ、なるほどね、頭だ。お、ウサギが通った、ありがとう。誰だろう。カノーさん、タロマレンジャー、ありがとう。おお、どうさ、飲んでる、ウィルキンソン梅、美味しくない？めっちゃ。ね、積もらない、積もらずに降る程度なら綺麗だなと思うよね、ブレイブさん。でも積もってもなんか綺麗だなと思うけど。バリンチュさん、プチ、ありがとう。ミーパパさん、お疲れ様、カウントありがとう、ありがとう。お、カズヤさん、プチとカウントありがとうございます。あ、全然、私ももうゲリラなので今日、ありがとう。大工さん、バラ、ありがとう。大工さん、あ、ブレイブさん、ありがとうね。いや、防寒ね、今ももう電気毛布使ってるので。そうなの。あ、猫プー、そうなのよ、 CP プラスのね、情報が出て、その時に撮ってもらった写真がちょっと上げてもらってたけど、あの写真良き、綺麗に撮ってもらってるね、大住さんに。猫プー、カリタン、カウントありがとう。ビクポワさん、ピコットキャトラミコさん、タニ777さん、まーちゃん、いらっしゃい。ネコプ、赤いバラありがとう。カリタン、キラキラ、二週ありがとうありがとう、最近めっちゃ言ってくれる。ローマ字のマサさん、フル、あ、え、フル、ありがとう、フル、めちゃゲリラに、ありがとうございます。エイジさん、バンクーバーさん、セミありがとう。え、新一も降る？ありがとう、新一、嬉しい。おー、小玉さん嬉しい、星全投入ありがとうございます、カウントまで、嬉しいです。ぬくもりさん、プチ、ありがとう。ねえ、聞いて、今日衝撃的なことあったんだけど。何？怖いんだけど。何？でもわらわらってついてんだけど、ぬくもりさん。ももさん、おばんです、ありがとう。ようちゃん、カウントありがとう。カラオケでドリンクおかわりするとき、野菜ジュースは補充されてた？え、見てない、そういえば。あれから野菜ジュース飲んでなくて。え、どうだったっけ。キャメさん、ティーカップ、ありがとう。ヤックン、セミ、ありがとう。おかきさん、バラありがとう。え、やば、もう12時6分なんだ。さとしさん、今日もありがとう。オレンジの服、そう、これ初めて着た、ありがとう。やっくん、だ、だるまレンジャー、ありがとうございます。カノーさん、セミとゴジュウとだるまレンジャー、ありがとう。あ、奥様もセミありがとうございます。都内は1センチ積もるだけで大騒ぎなのでお気をつけて。そうなんだ、電車い止まっちゃうのかな、もしや。初めて経験するからちょっと怖いな。ブレイブさん、あったかそう。 USB 充電で使える電熱ベストだって、めっちゃあったかそう。それいいな。切り皮ですね。ローマ字のハクちゃんさん、ありがとうございます、嬉しい。ローマ字のマサさん、ハートありがとう。花からさん、デイリー、ありがとう。さとしさん、プチデイリー、ありがとう。のぶさん、おやすみ、ありがとう。今日もワイさん、こんばんは、ありがとう。こしさん、2週とカウントありがとうございます。
まさきさんこんばんは、ありがとうございます。小太郎さん、大学時代は友達とカラオケで明け方の5時まで歌ってた。青春だね。なんか私逆にその思い出はないわ。朝まで友達と歌うとかやったことない。そうなんだよ。楽しそうだね、朝までみんなでこうワイワイするって。パパタソーさんありがとう。ペガサスさん、赤いバラありがとね。おー、秀幸さん楽しみにしてくれたら嬉しい。まさきさんありがとう。嬉しい。顔面強いっすねって。黄色い魚さんいらっしゃい。おしげさんありがとう。今日もしんいち、赤いバラたくさんありがとう。声がめっちゃ可愛いです。え、あいちゃんさんありがとうございます。嬉しい。おお、抹茶さん、ちょっと前のやつだそれ。窓マギの歌歌った投稿ですね。窓マギはそうだよ、悲しいシーンが多いよね。結末も本当にどうなるかわからないアニメだったよね、窓マギって。あ、おしげさんめっちゃ赤いバラくれてる、ありがとう。嬉しい、赤いバラ。しんじさんハートありがとう。りゅうせいさんありがとう、ローマ字の。ホリーさんプチッとカウントありがとう。昨日ひなちゃんがお祈りしてくれたおかげで、あ、ほんとや。ファンミトーさんありがとうございます。こちらこそ楽しみだな。もうちょっとで姫ちゃん、そういえば帰るんだ。大文字のテストさん、セミありがとう、カウントと。トラガンバさんいらっしゃい。ワンガンさん、セミありがとうございます。初めて USJ 行くけど新幹線、あ、ごめん、めっちゃプツプツ言ってるわ。頑張って頑張って、めっちゃプツプツ言うわマイクが。ちょっと待ってね。よいしょ。ボブ似合うと思う？本当？ボブ似合うかな。でもね、ちょっとね、長、めっちゃ長くなってきたからね、あのこれくらい、これくらいかな、ちょっと切ろうかなとかは考えてる。これくらいどうかな。キラさんカウントありがとう。ひなおさんの CP プラス告知にコメントしたら魚住さんにいいねされました。お、あ、しかも宿泊して2日間来てくれるの、嬉しい。キラさん待ってる、ありがとう。あ、ワンガンさん、そうだ、その新幹線移動、雪降るなら心配だね。ほんと新幹線も結構すぐ止まったりするのかな。ケンスケ降る？ありがとうケンスケ、嬉しい。1、2階の雪ついに来るねって、ね、楽しみ、見れるのが。え、ありがとうございます。今日もあ、おばば、カクカクの、カクカクのおくまありがとう、ありがとうございます。カコカコ、嬉しい、ありがとう。桜タイガーさんありがとう。ぬくもーりーさん、セミありがとうございます。パーカーの紐を左右均等にしようとフードの両端引っ張ったら、え、パーカーの紐を左右均等にしようとフードの両端を、あ、引っ張った、あ、なるほどね、引っ張ったら服破けた想像したらおもろいわ、ぬくもりさん どんなことになったのかそれ。でも私もね、最近ね、あのめっちゃき、なんかめっちゃ着てた今年のコートがねあのいつもより厚めのニット着てたからさ、コートパンパンで、でなんか動くたびにね、ちょっとまあちょっときついなぐらいな感じだったの、コートが。でなんかいざこう脱ごうとした時に、
こちょっとこうやって広げてしまって、その時にボタンがパーンって弾けちゃってあのコートのボタン弾けちゃってね、ちょっとまだ直せてないんですよ。恥ずかしかったな。事務所で弾けちゃって、しかもパーンとかやってボタンどっか行っちゃって、ボタン探してもらうっていう、一緒に、めっちゃ恥ずかしい。いつにも増してひなほちゃんの声がしみる。え、ありがとうアスポン、ありがとう。まさみうらさんいらっしゃい。若いさんカウントありがとう。あ、ホイコーローか。あれ、さっき言ってたの合ってた。じゃあ、あ、ピロクルだ、あのうさぎのやつ。ありがとう、アリスのうさぎ、嬉しい、ありがとうございます。虹色さんフル、今日もありがとう。で、待って、フルありがとう、すごい。え、待って、それそこわかんない。え、それ恋だろの歌詞ですか、もしや。虹色ちゃん、わからない、ごめん。お、ひろとさん2回目来てくれてありがとう。カタカナのひろとさん、かんちゃんすごい、みんなかんちゃんありがとう、フル嬉しい。みーぽぽさんありがとう。ティーカップ、ひらがなのカズさんこんばんは、ありがとうございます。おっさんが眉毛サロン行くのはおかしいかな。え、全然おかしくないと思いますよ。てか多いと思いますよ、男性の方が眉毛サロン。え、男女比率で言ったらそんなに変わらんと思うんやけど、多分女性よりさ、男性の方が眉毛見える髪型にする人が多いじゃん、多分。私もほんなんかパッツンだからね、見えない時も多いけど。いいじゃん。ワンガンさん、あ、太鼓の奥もありがとうございます。太鼓の奥もありがとう、ワンガンさん嬉しい、ありがとう。スランポくん、ロボリンさんありがとうございます。シンジさん、セミとカウントありがとう。今日もし確かに借りた、積もるとか降るとか麻雀の話って、確かに積もるも降るもある、降る降るもあるね、麻雀に。え、キラさん雪国育ちなんだ、か、じゃあ雪かきとかもやってるんだね、経験してるんだね。ダイさんありがとう、癒されてくれているかい。髪ツヤツヤだね、本当キラさん。髪さっきちょっとオイルもつけたので。鈴風さんハートありがとう。ようちゃんセミありがとう。雪が降っている時のバージョンのおひなの全身コーデが見たい。雪コーデ、そんなものあるかな、私持ってるかな、雪コーデなんか。お、ヤマピありがとう。パシフィコ会場予約してくれたって、入場予約嬉しい、ありがとう。もうちょっとだよね、言って。底辺さん、エイジさん2週とカウントありがとう、嬉しい。ひなほちゃんのスマホにはアプリ何個ある。多分もう数えきれないぐらいあると思う。一回なんか断捨離というか、使わないなってやつはね、最近整理したんですけど、それでもめちゃくちゃあったアプリ、なんかダウンロードしてた、もう覚えてないアプリとかもあったもん、なんか昔ダウンロードしてた。エイジさん2週とカウントありがとう。今日もユウスケさんありがとう。そろそろ締めてこかな。虹色さんハートありがとう。カタカナのノリさんありがとう。アクテージ武田さんありがとう。抹茶王国さんティーカップありがとう。はちみつさんはじめまして、来てくれてありがとうございます。いなっちさん、こえぽんさんありがとう。リラックマン、あくんハートありがとう。あくんさん、
しこんさん、こんばんは。明日は雪、暖かくしてくださいね。ねえ、ちょっと楽しみだけどね。雪合戦しないでね。誰とするんよ、雪合戦。わあ、しんいち、あのホワイトなんかチョコの、違う、白いバラのチョコか。ありがとう、めっちゃいただいてる、嬉しい。もうあれだね、もうちょっとでバレンタインじゃん。そういえば、マサト女王さん、ありがとう。リュウさん、セミプー、セミプー、オレンジ用意、ありがとう。あれ、虹いただいたぞ、ありがとう虹。お寿司さん、芋虫、ありがとう。ノムさん、いらっしゃい。ナオさん、セミ、ありがとう。今日のお昼はシチューご飯、おひなのお昼は、美味しそう。私のお昼は今日、あのホットケーキを、あの星のコーヒー行ってたの、あのお昼は星のコーヒーのホットケーキ食べた、美味しかった。よきオレンジ。虹色さん、ティーカップ、ありがとう。 F2 さん、赤いバラ、ありがとう。 F2 さん、リュウさん似合う、ありがとう。ダイスンさん、赤いバラ、ありがとう。コスパクマさん、コスパクマさん、ありがとうございます。ようちゃん、赤いバラ、ありがとう。結婚して、もうありがとうございます。え、めっちゃ進んでるね、抹茶王国さん。ぼっちザロク10話まで来たぞ、だってもうちょいじゃん、あと2話とかじゃん。竹山メイツさん、遅くにありがとう。18円さん、ありがとうございます。ごえもんさん、ありがとうございます。釜揚げ並って言うて初めて食べたけど美味しかった。え、食べたの、ごえもんさん、美味しいよね。あら、嬉しい。ミオナさん、ありがとう。ローマ字のマサさん、ありがとう。ティーカップ。キャメさん、いちご、ありがとう。いちごめっちゃくれてる、ありがとうございます。セイローさん、はじめまして。すごい素敵なお名前、はじめましてです、セイローさん。学生の時のオールは楽しい思い出ですね。あ、そうなんだ。いや、でもそうだよね、絶対楽しいよね。あー、ビリヤード、ビリヤード、大人だね。そうか。キャメさん、いちご、ありがとう。いちご。コシさんに、ぬくもりさん、赤いバラ、ありがとう。ムギーさん、ありがとう。ムギーさん。セイローさん、ティーカップ。堀さん、ちしゃねこ、ありがとう。え、アマトーさん、フル、嬉しい、ありがとう。え、コシさんもフルしてくれたの、ありがとう。コシさん、嬉しいね。堀さん、セミ、ありがとう。お寿司さん、白いバラチョコ、ありがとう。道秀さん、いらっしゃい。チョコレートさん、セミ、ありがとう。東京の人が明日のために雪用の靴を買ってました。え、そんなレベルなんですか？持ってない。え、そんなレベルなの？そう、伸ばしてるんだけどね、抹茶さん。結構ね、あのずっと伸ばしてると髪毛先が傷んでくるんですよ。だからそれだけちょっと整えるのにちょっと切ろうかと思ってる。え、虹色さん、ありがとう。ヘアスタイルすべて好き。ありがとう。鈴風さん、ありがとう。チョコレートさん、赤いバラ、ありがとうね。ありがとうございます。セイローさん、バラもありがとう。アントワンヌさん、 2.5 周とカウント、ありがとう、嬉しい。今日出かけるときは足元に気をつけて、ありがとうございます。なんかみんなの聞いてるとめっちゃ怖くなってきたわ。ありがとう、ひろくん。雪降ると思うけどね。お寿司さん、いちご、ありがとう。甘党さん、いちごバケット、ありがとうございます、嬉しい。おそろやんって、そうなんよ。なんかね、ニットはニットでも、あのここまではなんか普通に普通のニットなんだけど、腕のね、ここだけなんかロシアの帽子みたいな、ボーンみたいな、なんかモフモフがついててね、腕に。
それがねなかなか袖通らなくて無理やり通してたのそのコートにそしたらなんかはち切れちゃったよ。ドナルドさん、大文字のマサさん、ありがとう。のりたまさん、なべちゃんさん、ありがとう。えい、こちらこそなべちゃんさん、遅くにありがとう。堀さん、バラチョコありがとう。大将さん、フル、すごいありがとう。お仕事行ってらっしゃい。お疲れ様。堀さん、ありがとう。芋虫。お、伊藤忠之さんだ、ありがとう。大志くんがめっちゃうまいコツ言うてるんだけど、ひなおさんの笑顔がはじけてる、コートのボタンもはじけてる。若井さん、いちごありがとう。めっちゃくれてる、いちご。え、マサさん、お大事に。遅くにありがとうございます。お大事に。大丈さん、ありゃ、天使の奥間くれとる、ありがとう。天使の奥間、どうもどうもありがとうございます。大丈さん、ありがとう。ようちゃん、カウントとセミありがとうございます。あ、え、ありがとう。ギフトで補充って、大工さん、待って、どれだろう。ありがとうね。自己紹介コーナー、あ、本日はもうめっちゃ夜遅いのに来てくれてありがとうございます。武田ひなほ、ひなぽと申します。 TikTok からね来てくれた方もありがとうございます。 TikTok また近々投稿しますね。3月、告知になりますが、3月2日と3月5日に私の生誕祭ライブが行われることが決定いたしまして、場所がね、東京と愛媛と2カ所なんですけども、2日が東京で5日が愛媛となっております。まだあのファンクラブ選考で あのチケットをやってて、一般が18日から発売になるので、ぜひライブ聞きに来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます。ローマ字のマサさん、ティーカップありがとう。お、まっちゃんさん、恥ずかしいけどフルって何ですかって、そう、最近の子フルって何ですかって聞いてくれる方結構いらっしゃるから言っとこうかな。あのフルは右下に星があるじゃないですか、黄色い星かな、出てるの。それがね、長押しすると星、色が5種類あるじゃない、いろんな色の星が。それがあの満タンで99個ずつ溜まるんですよね、その星5つで、その星全部投げ切ってプチって言います。一周って言います。でもう一回からあの0個になった状態で、あのいろんな配信者さんのところで星を集めてきてもらって、でまた満タン貯めて投げてもらって、セミ2周って言います。そしてまた空になったところをまた取りに行ってもらって、帰ってきてもらって全部投げてもらうとフル3周になるという、簡単に言うとそんな感じなんですが、まっちゃんさん、そう、いつもありがとうございます。皆さん、だから 99×5 を3回言ってくれてるってことだね。ありがとう、アスポン。そういうことか。元気ないのかと思った。お寿司さん、タコありがとう、タコ。ポコ。クワトロさん、赤いバラありがとうございます。時間やばいね。ゆっくり話しすぎたかな。新一ティーカップ、ありがとう。眉毛コームあるよ。眉毛コーム？ピルクル、フル。ありがとう、ピルクル。嬉しい。ランちゃんさん、ありがとうございます。パシフィコ横浜24と25かな、合ってるかな。ミーパッパーさん、宗隆さん、赤いバラありがとう。あ、カズヤさん、虹くれてたのか。カタカナのカズヤさん、レインボー、あ、今日レインボーみたいな服だね、ありがとう。ニオさん、ありがとう。ユッキーさん、赤いバラありがとう。
深夜さんいらっしゃい。え、星のコーヒー美味しいよね、四つ葉さん。コーヒーも美味しいよね。キラさん、そうなのよ。染一郎さんありがとう。フジモンさん、セミとカウントありがとう。うん、ようちゃん、なんかメイプルしか頼んだことない。あの、蜂蜜とかいろいろあるよね。ローマ字のヨシさん、こんばんは。はじめましてかな。フジモンさん、ハートありがとう。ティーヤカさん、ノーさん、ありがとう。アンチュアンさん、アンチュアン、ありがとう。コエポンさん、レインボースター、ありがとう。カズヤさん、かわいい、10個もありがとう。嬉しい。あ、ブンブンさん、お久しぶり、ありがとう。いらっしゃい。マササティワンさん、ありがとう。おばばに、ぬくもりさん、あー、お風呂ありがとう、そこに。ありがとうね。嬉しい、ローマ字のよしさん、ありがとうございます。嬉しいな。いちごさん、ありがとう。フジモンさん、赤いバラ。マーさん、はじめまして、マーさん。ピカルン、フル。いつもありがとう、ピカルン。高松愛鳥園さんかな。はじめまして、バラいただきありがとうございます。嬉しい。ピカルンもバラありがとう。ドナルドさん、2週とカウントありがとう。おー、ピカルン、花束にお弁当箱までくれてる。ありがとう。ブンブンさん、赤いバラ、やった。はるかさん、ありがとう。やっほー。あさみさん、赤いバラありがとうございます。 T 赤さん、ポチありがとう、カウントと。嬉しい。三等賞さん、フルありがとう。三等賞さん、クワトロさん、赤いバラありがとう。あ、キャメさんもバラくれてる。ありがとう、キャメさん。え、本当に最近あれがちょっと調子が悪くて。サノピアナさん、ありがとう。あ、グッチにブラッチさん、フル、ありがとう、嬉しい。ブラッチさん、赤いバラもありがとうございます。めっちゃくれてる、めっちゃくれてるな。え、ウサギもくれてる、ブラッチさん、ありがとう。大工さん、ティーカップありがとう。若井さん、おやすみ。え、お大事に。砂原くんさん、ありがとう。大文字テストさん、フル、おー、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。ひろぽさん、こんばんぽ、ありがとう。まーさん、かわいい、ありがとう。しんいち、ティーカップありがとう。抹茶王国さん、ティーカップありがとう。かえぽんさん、2週とカウント、今日もありがとう。抽選当たってくれ、あれ、あ、そっか、まだか。ありがとうね、東京の。フジモンさん、レインボースターめっちゃくれた、ありがとう。ジョコも嬉しい、ありがとう。ハラメタのセミ、ありがとうございます。昨日の夜にかけるの二人でイオーの真似めっちゃ笑った二人でイオー、カノエイコさんのねあれみんなに見てほしいわクワトロさん、こんばんは、ありがとうございます。ローマ字のマスさん、ティーカップハート、ありがとうございます。あ、本当はマッチャーさん、ファンの人も教えてくれましたって、ありがとう。花雪さん、カウントありがとう。堀さん、ラブレター、ありがとう、ラブレター。コエポンさん、白バラチョコ、ありがとう。ブレイブさん、おつひなでした。うん、ブンブンさん、いちごありがとう。コエポンさん、自社猫めちゃくれとるな、ありがとうね。え、ポイポロさん、はじめまして、ありがとう。カタカナミミさん、ありがとう。堀さん、かわいい。ひらがなマさん、ありがとう。ローマ字のマサさん、ティーカップ。あ、ネコプーフル、ありがとう、ネコプー、ありがとうございます。じゃあ今日はめっちゃ遅くなっちゃったから、でも音も用意してくれてる人いるのかな、ちょっと一応音も用意してるから、飲んで終わろうかな今日は。
ポトポトポット、あ、ポトポトポトさん、さっきも言ってくれたね、ありがとう。今日の頭、これめっちゃ気になってるんだけど、この濃い緑茶あやたかってやつ、これを飲みたいと思います。これさ、なんか内臓脂肪と皮下脂肪を減らしてくれるらしいよ。みんなちょっと気になる方は皮下脂肪と内臓脂肪気になる方は飲んでみなよ。濃いの前からあるか、遅くまでありがとうございます。そしてお仕事学校の方、お疲れ様でした。乾杯。渋いお茶大好き。なんかよくあのご挨拶とか行った時に、秘書の方とかその仕事場の方が、あ、お茶どうぞって持ってきてくれるあったかいお茶、あの味、これわかる？ちょっと濃いめのやつ。よし、ランキング読みして今日は終わろう。ありがとうございます。あ、魚住さん来てくださってますか、もしや。魚住さん、魚住さん、ありがとうございます。まだどっか行っちゃったかも。コメントが、内臓脂肪減らしたいちょっと減らそう、これ。じゃあもう遅いのでね、ファーファーでお別れしましょう。今日もありがとう。13位、堀さん、ありがとうございます。遅くに今日もありがとう。12位、ワンガンさん、遅くまでありがとう。おやすみなさい。11位、ローマ字のマサさん、遅くまでありがとう。ありがとう。10位、お、大工さん、ありがとう、遅くまで今日もありがとうございます。9位、おパパ、おパパありがとう、ランキングいつもありがとうございます。8位、ピルクル、嬉しい、ピルクルありがとう、遅くにありがとうね。ラッキーセブン、大将さん、7位、大将さんありがとう、お仕事頑張って明日はいい日になるぞい。6位、こえぽんさん、ありがとう。こえぽんさん、今日もたくさんありがとうございます。そして5位、キャメさん、ありがとう。キャメさん、たくさんいただいてたんだね、ありがとう。そして4位、フジモンさん、ありがとう。フジモンさん、遅くまでありがとうございます。そして3位、ブラッチさん、わあ、今日もありがとうございます、いつもありがとう。そして2位、しんいち、ありがとう、遅くまで、ありゃ嬉しい。2位です、ありがとうね。そして今日の第1位、かずやさん、あら嬉しい、カタカナのかずやさん、たくさんいただきありがとうございます。遅くに今日もありがとう。2200、えめっちゃ来てくれてる。2200名様、夜遅いのに今日もたくさん来てくださってありがとうございます。
毎日配信やってるので、いつもは夜10時半ぐらいにやってます。よかったらまた明日もお待ちしてます。では今日はここで終わりたいと思います。遅くまでありがとう。おやすみなさい。にゃんちゃんがかわいいだって。じゃあにゃんちゃんとバイバイしよう。